族は違うから殺すのは私だけでいいでしょう。殺す殺すって君はそればっかりだね。誰かとそっくりだ。静かに話したい。エルディアの問題を解決するのに争いは無用だ。君と話したかったのは僕らの方さ。どうして単独でマーレ襲撃に至る選択をしたのか、本当にジークやイエレナに懐柔されてしまったのか。俺は自由だ。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。いいえ、あなたは操られている。あなたは敵国とはいえ、そして誰よりも私たちを思い大切にしてきた。そうでしょ。俺はレベリオでジークと話をした。兄弟水入らずでな。ジークは巨人についてマーレが知っている以上の知識を手にしている。あの山小屋で私を助けてくれたのは、マフラーを巻いてくれたのは、あなたが優しいからでしょ。手はテーブルの上に置けと言っただろう。アルミ、お前はまだ兄のところに通っているだろう。それは本当にお前の意志か。何を。アルミ、お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前の方だろうが。エレン、あなたは。ミカサ、お前もだ。力に目覚めたアッカーマンは突発性の頭痛を起こすことがよくあったらしい。本来の自分が宿主の護衛を強いられる子で生じるらしいが、心当たりは。その瞬間、お前の本能が目を覚ましたんだろう。偶然俺を護衛すべき宿主だと錯覚したことでな。要するに。違う。私は。本来の自分を失い、ただ命令に従うためだけに作られた一族。不自由な奴だよ。もしくは家畜だ。エレン！そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。つまりは奴隷だ。やめろ！エレン！俺はガキの頃からずっと、ミカサ、お前が大嫌いだった。エレン！よくもミカサ！アッカーマンの血が反応するままに生きてきた。違う。お前はただ、それだけだ。